い、こんにちは、矢田部です、今日はですね、簡単に相手にボールを奪われちゃうの改善をやろうと思います。これ低学年なんかもめちゃくちゃ多いんだけど、で、米谷さんがディフェンス入ってもらって、徳丸さんがボールをね、あ、この人にボール持たせればいいんだ、ディフェンスやってあげて、俺ボール出すから。場面的には多分米谷さんの方が現象は出やすいでしょね。この感じ、ほら、分かりやすい。今出てますね。おい、簡単に。こうやってやられてる子多いですよね。じゃあ、俺がやってみようか。はい、いいよ。もうこれだけで違うね。はい。はい、もうこれで、どうしたの？ちょっと怖かったです。はい。この感じ、はい。一番の大きな違いは何ですか？目。あともう一個ある。はい。米谷さんはここでね、はいって踏ん張ってる。簡単に言うと、両足で何とかしようとするんですよ。はい。両足で何とかしようとする。どうにかなる？なんないでしょ。なんないですね。どうにもなんないんですよ。だからここでボールちょうだいって。片足スッと上げて、こっちの方がなんかもう準備できてるなと思って、嫌じゃないって。確かに。ここでこうなると、これ必ず向きこのままになっちゃうでしょ。身動き取れない。だから、はいって、もう一個、今体の向きこっち、もう一回いいよ。米谷さん、こんな感じ。俺いくよ。やってみ。はい。今まで通りやって。今まで通りですか。はい。ほら。うんうん。変わってないっす。今まで通りだと。はい。な感じでしょ。で、今意識してみようか。はい。これだけ。全然違くない？違いますね。徳丸愛からしても。どう？ちょっとそれっぽくない。ほら。お、見たことない米谷さん。だから米谷さんっていつもここでボールもらうときこのまんまなんですよ。わ、なんかすごい無茶してる感じ。うん、ね、はい？やってますよね。やってます。こんな感じになってるはず。うん。残っちゃってる。俺、はい。窮屈さがないでしょ、動きが。でさらに今のができると足上がるよね。そうですね。ね、はい。嫌ですよね。いけないです。だからこれがダメなやつっていうのはここで踏ん張っちゃっても動けないよ。これだから手遅れ。うん、ね、まだクリリンのことか！ってこういう感じ。クリリンのことか！ね、クリリンじゃない。そうですね。もうほら来ないじゃん。準備がやっぱ早いですもん。ね、でこれでやるんだったら、踏ん張ってる風にするんだったら、ここでワンペイント入るよね。ああ、通ったよね。今りましたね。危なくなかったね。悪いね、やったよ、今まで通り。はい。こうだったよ。ああ、そうですね。そんな感じだよね。でねうん、足の向きこっち側なんだ。で、俺、こういう小学生めちゃくちゃ多いよ。うん、左足がまず、なんかもう固定されたまんまで。うん、あの全く上がってないですね。一回自分の足を食い打つよね、地面。そうですね、そんな感じですね。だから不安だからか分かんないんだけど、米谷さん嘘みたいな、これでこういう動きして、うん、これができると上になるんで、軸がいくよ。このまんまじゃん、待ってね、もう楽しくなってきたでしょ。いくよ、それだと、はい、待って、普通にやれよ、やめろよ。やめ時を間違ってるよね。ほら、うまくなったね。あれ、ほら、あれ、もう一回。はい、どう、え、めっちゃうまい。片足でいるっていうのが大事。軸足がここで動きますかっていうのはすごい大事、うん、ね、
まずここが踏ん張らないで軸足が動くかどうかがすごく大事なんだよって。ほら、え、こんなになんかナチュラルに動く米谷さん初めてじゃない？見たことないっすね。いや、背筋伸ばしただけでだいぶ違います。全然コメント求めてない。そんなこと言ってない。背筋の話一つもしてないよね。許せないでしょ。多分自分で 何で上手くなったか分かってないんじゃない？はい、でもまあ体はだいぶ、何に意識して良くなったんですか？何に意識して？まず、まあ、純粋に僕は普通に顔を上げるようにしたんですね。俺の言うこと聞いてねえってこと？どういうこと？ね、いやまあ普通に見ててこう姿勢悪いなとは思ったんですけど。いや、俺のアドバイスを今聞こうぜって書いてある。勝手にオリジナルを持ってくるとダメだな、もうね、核弾頭ですよ、はい、ね、はい、こっちの足をやったら姿勢良くなるんでしょ、はい、つないで、はい、あ、まあ、確かにこの左足を意識動かすの姿勢悪いまま動かせないですよね。そうだ、これは無理だね。みんなで必死のフォロー。何このフォローの時間。でも意識したんでしょ、足は。あ、はい、しました、しました。そこを大々的に言わないといけないな、先にね。はい、むしろそこしかないですよ。そこを言わないで、はい、何してるのっていう、はい、ほら、軽やか。見たことない、これは。ちょっと精米しすぎなんじゃない？はい、芯まで行っちゃってんじゃない？うわうわうわ。何それ。また抜いてもいいんだよ。うわ。終わりましょう。すごかったです。はい、ぜひね、はい、米谷さんに負けず低学年の子もねできるんでやってほしいと思います。ということでチャンネル登録お願いします。